今日はですね、シンガポールでサッカー見ようと思いましてね、前日にね一回行ったんですけど、その時はねなんかコロナでね無観客試合だって言われて入れなかったんですよ。でもそこで知り合った日本人スタッフの方にアルビレックスなら見に来ていいよって言われて、関係者としてね入れてもらうっていう話なんですけど、土砂降りなんですよ。すごい雨です。これ試合あるんですかね。あるんですかね。 LINE で確認したら、ね、やんだらやるって感じらしいです。なんかやむらしいですよ。信じられないですけど今のところ。すいません、なんか裏から入れていただいて。いえ、これ雨めちゃくちゃ降ってましたけど、やるんですかこれ試合。一応サッカーは、うん、まあ、やりでも降らない限りもやるんですけど。すごいですね。でまたこの雨ってシンガポールの場合やむ可能性が高いんですか。高いですね。だいたいね15分20分ぐらいやんだら、じゃあやんだらそこからアップしてスタートみたいな。やっぱりやんだんですね、はい、結構待ちました。2時間ぐらい待ちましたけどやみました。で実際見れることになりましてね、これね、アルビレックスシンガポールファンの方々に申し訳ないんですけど、ちょっと良さを伝えるために特別に入れさせていただいてます。でファンの方々はね、奥のね金網越しにね見てるっていう。いや見れるんかいっていうね。今日の相手チームの名前は何ていう名前ですか。バレスティア。バレスティア、虎のマーク見ました。見ました。バレスティアって地名があります。なるほど。バレスティアからさ、黒いんですか、チームカラー。あれ練習着か。珍しいですよね、外から金網で見れちゃうっていう。お金払ったら意味がないですよね、入ったとかね。確かに。あ、でも試食的な感じですかね。ここで見たらこっちで見たくなるっていう。あ、それだ。無観客でねやるのも結構大変ですよね。でもね、ロケ番組やってましたけど、何の因果か。さあキックオフ。小学校4年から6年生まで、はい、そして中学1年生2年生まではサッカー部にいた中田です。小4から中2までという中途半端な時間をサッカーで過ごしましたが、いいですね、ロングパス。その後作動部に移りました。電撃移籍です。パスが、お、カットイン取られました。いいですね。おっと、ぶつかってしまった。外に出た。これはバレスティアボール。実況めいたことしてますけど、中2でやめてますからね、中田。シンガポールはいろんな文化がね、インド系、マレー系、中華系って混ざってるんですけど、シンガポールの文化っていうのをね、やっぱなんとかこう作りたいっていう思いもあるみたいですよ。だからスポーツとか芸術とか盛り上げていきたいっていうことで、結構ね、シンガポールのサッカーリーグ、J リーグみたいなね、国内リーグが盛り上がるといいなっていう、そういうことですよね。おお、あまり出せない。うわーっていうところで、ね、うわーってみんなで騒ぎたいですよね。本当に。おいけ、いけ、ああ、いけ、うっせえ。なかなか点入んないんですよ。結局ね、この日は、ね、スコアレスドローになっちゃったんですけど、非常に楽しめました。